お前たちのうち誰かが余と邪悪な契約を交わし、子分、召使い、部下として世に仕えなくてはならないのだぞ。あ、そうなの？そうなのだ。うん、いいね、いいね。あの子を助けるためなら、私は悪魔に魂を売っちゃってもいい。売って売って売りまくっちゃうよ。そうね、私も売っちゃってもいいかな。ま、わしも割と平気かの。へえへえ、そうですね、おじいさん。ということは、あとは…おいおい、なんとかクラブみたいになってんじゃねえかよ。どうぞどうぞじゃないですか、これは。絶対嫌だよ。反抗的に行くよ。絶対嫌だよ。よく聞こえなかったが、そうかそうか、お前も魂売っちゃってもいいと言ってくれるか。いやー、さすがは我が息子よっ、憎いよっこの。だから嫌だって。いやいや、分かってる分かってるよ、お父さんは分かってるよ。テレ屋さんだからなるかは。だから嫌だって。いやいや、分かってる分かってるよ、お父さんは分かってるよ。テレ屋さんだからなるかは。熱っ、かけてくる熱っ、繰り返し熱っ。選択肢が変わってる。わかった、売っちゃう、平気かな。結局は受け入れる形で収まるのね。収めるしかないのね。まあそうだよね。ルカ君だ、なんて言おうか。そうだな、でもやっぱり不安は残るので、平気かなでいこうか。平気かな。よくぞ言った。さすがは我が息子、こんな面白そうな。あ、いやいや、辛い試練にも立派に対応と言うんだな。くぅ、私はいい息子を持って幸せだよ。はいはい、ご相談はまとまったようですな。では皆様、横一列に並んでいただけますかな。これより皆様の鍵を審査いたしますぞ。鍵？300年前、世界の半分を破壊しながら勇者とやらに倒されておしまいになった偉大なる大魔王ゴーマ様。ここにおわすスタンボッチャマこそ、その大魔王ゴーマ様の生まれ変わり、大魔王の後継者なのでございますぞ。何の手違いか。壺の中で待ち続けて300年、ようやく復活用の魔力がたまったのだ。その忍耐、その努力、世はなんと偉いんだろう。さすがですぞ、ボッチャマ。ですが、未だボッチャマの魔力ははっきり言うと、スズメの涙。完全復活を遂げるまでのその間は人間の影を借りるしかないのでございますな。ただし、ボッチャマほどの方が宿られるとなると、影も中途半端なものではいけません。そこで、こんなこともあろうかと、魔界より影評論家の先生方をお招きしておりますぞ。ではいよいよ開始でございます。第1回スタンハイ争奪
影コンクール。エブリバディ。レディーゴー。こうして、なんだかよくわからないコンクールがいきなり始まるのでありました。まったくだよ。なんかやってる。今、評論家によって審査されてるわけね。評価されてるわけね。ふっしゅふっしゅふっしゅ。おお、いい線は言ってるわ。うわうわうわ。いや、でもやっぱり。奥さん、惜しい。やはりお尻のあたりのラインに少しだけ問題があったようですな。5年前なら文句なく大合格だったと審査員の先生方も残念そうです。あ、私個人的には今でも100点満点ですぞ。あ、いやいや、これは失礼。では最後の出場者は長男のルカさんです。どうぞ。はてさて、うわ、素晴らしい。これはもう芸術だ。ふしゅるるるるるる。この鍵の大きさはどうだ。おっと、これは驚きました。審査員全員が大絶賛、満点をつけています。これは文句なしの優勝決定だ。第1回スタンハイ争奪影コンクール、栄えある優勝者はルカさんです。おめでとう。本当におめでとう。やったわね。おもおも、わしも鼻が高いぞい。へえへえ、そうですね、おじいさん。ルカ、よくやった。お父さんは、お父さんは、お前を信じていたぞ。家族の温かい祝福を受けながら、なぜか、あまり嬉しくない少年であります。実際に影ってどういう影なんだろう。本当の影も薄いのか。うん、これは良い影だ。3年前はひどい目にあったからな。うんうん、では満足だ。ではルカと言ったか。お前はこれより世の子運、召使い、部下として働くのだ。良いな。それはどうでもいいんですが、娘は、兄は。あ、そうだったな。では見せてやろう、この魔王スタンの邪悪なる魔力を。ふう、終わったぞ小娘、目を覚ませ。あれ、私どうしたの。あ、治ってる。言葉がちゃんと喋れるよ。兄、兄、あ、ありがとうございます。お兄、やはり私は間違っていなかった。いや、あっはっはっは、よかったよかった。うんうん、あれ、兄、お前その影は。影？おじいちゃん、影がどうかし。ああ、私の影ピンクになっちゃったよ。なんなのこれ。ん、ちょっと失敗したかな、よとしたことが。これじゃ恥ずかしくって外歩けないじゃないの。もうお嫁に行けない。
うるさいな。要は呪いを解くと約束したが、影をピンクにしないとは約束してないぞ。さすがですぞ、坊ちゃま。その無理やりな弁解、素晴らしく邪悪でございますぞ。うん、なんでこうなるの？私の影。と、少年の家では夜中まで大騒ぎが続くのでありました。家でもお祭り状態。なんだなんだ。スタンの声結構低かったな。いや、スタンっていうのはもうパッケージにも書いてたんで、まあ取説にもありますし、どんな声出すのがいい子かなと思ったんですけれども、俺もねやっぱ魔王だっていうので低くて重いイメージはあったんだけれど、でも、昔はね大魔王で重かったんだけど、封印されて、まあ、弱体化したっていうことで、ちょっとそんなに威厳のある声じゃないのがいいかなっていう風な感じで、今回はこんな感じにしました。はい、すいません、気に入らなかったらごめんなさいね。はい、でもこれでやっていきますんでよろしくお願いします。はい、それではついに、スタンを影にな宿したっていうのかな、宿したっていうとまるで俺の方が主人のような言い方になるので、いや規制されてしまったという方がいいのかな、ついに僕と魔王である、このタイトルのね魔王が現れてしまいました。そしてこれからですか、物語は一体どんな物語が待ってるのか楽しみですね。はい、ということでね、一人イベント終わったんでね、セーブしたいと思いますが、ちょっとなんかセーブできないので一回出てみますね。はい、一回もう一回入ります。 OKOKOK、 セーブしたいと思います。はい、じゃあね行きましょう。何が問題なんだろう。問題としては何かあるかな。ここは開かずの間ね。はい、寝るところがない。そうだな、みんなのいるところに行ってみようかな。台所、うん、あ、お母さんがいる。マミー、あら、ルカ、おはよう。朝ごはん食べる？あらあら、どうしたの？顔色が悪いわよ。悪い夢を見た？あらあらあら、それは大変ね。ほらほら、外は天気いいよ。夜はなべてこともなし。夢なんて忘れて、テネル村にでも遊びに行ってらっしゃいな。テネル村に遊びに行けと。OK。ね、それがイベント発生の条件かな。あと、じいちゃん、ばあちゃん。じいちゃん、ばあちゃん話すか。じいちゃん。おー、ルカ、おはよう。今日はうららかな良い日和じゃの。お前は出かけんのか。父親も兄ももう出かけたぞ。さて、わしらはゆっくり若い頃の思い出話でもしようかの。なあ、ばあさんや。もうイチャ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 、いいことだよ。ええー、そうですね、おじいさん。さてと、地下室か。ちょっと行ってみるか。地下室な。昨日儀式があったから。何か、魔法陣がある。魔法陣はあるが、それ以外は特にない。あ、そういえば、ボタンで、スタンを出すことができるボタンがあるっていう。あ、出ない。あれ？スタンが出せるボタンっていうのがあったはずなんだけど、まだ出てこないのか。物語としては、
呪いをかけられた妹の、まあ、ちょっと影がピンクになっちゃったけど、その影の呪いを解いたんだよね。影の呪いを解いて、その後妹はどうなっちゃったんだろう。お父さんと一緒に出かけたと言ってる。ということで、テネル村行ってみましょう。さてさて、あと幼馴染のジュリアだけ、あれもちょっと気になるね。おお、天気がいい。深呼吸をして元気をいっぱい吸い込むと、謎の声。やっぱり夢だったんだ。僕はこれまでと同じ平凡で目立たないただの少年だ。ああ、よかった。なんてことを思ってるね。それは残念だったな。これは紛れもない現実。お前はもう一生この魔王スタン様の子分、召使い、部下なのだ。クッ、思う存分こき使ってやるぞ。出た、執事。おう、スタンボッチャマ、爽やかな朝でございますな。ボッチャマも朝ごはんをいかがですかな。奥さんのオムレツは最高ですぞ。ジェーモンズ、朝飯など食っている場合ではないぞ。要はこれよりこの古文をこぎ使いつつ、世界征服のために行動を起こすぞ。まずは手始めに、この近くにあるというテネルとかいう田舎村を恐怖のどん底に陥れてやるのだ。おお、ご立派ですぞ、スタンボッチャマ。このジェームズ、熱く応援させていただきますぞ。ただし、オムレツを食べ終わってからですが。では村へ行くぞ、コブンよ。いざ出陣だ。いってらっしゃいませ、ボッチャマ。フレーフレーボッチャマ。さあ、オムレツオムレツ。わお、通り抜けていったわ。これでスタン出せるようになったかな。お、来た。なんだ、どうした。テネルとかいう田舎村に向かうと言ったろうが、世界征服の手始めにそこを恐怖のどん底に陥れてやるのだ。おーい、じゃあこれテネルね、こうで門が開きっぱなしだ。ん？あ、誰かいる。女の子。ねえねえ、ルカ、なんか影がすごいことになってるんだって。ちょっと、私にも見せてよ。世に何か言おうか、小娘。うわ、嘘。言葉も喋れるの？最高じゃん。これって生きてるの？こら、小娘。よう誰と心得る。ようこそこの世の邪悪の象徴である魔王スタンなのだぞ。やった、逆まで言えるの。いいな、私も欲しいな。全く威厳なし。お、なんかいる。イエー、
君が評判の影くんだね。一つよろしく。慣れ慣れしいぞ、この青2歳が。誰に向かって口を聞いているつもりだ。まだまだ。ルカの父さんが言ってたよ。君は心優しいナイスガイだってね。許さん、あの親父め。照れるところがまたナイス。爽やかな僕と友達になろう。グラッチェ。会話のたびにスタンが出てくる。おい、ルカ、君の新しい友人をみんなにも紹介してやるよ。ん？どういうことだ？みんなにもって。ここにもいやがった。お前誰だよ？人か？人なのか？いやいや、大したもんだな。ルカ、これはもうお前サーカスに就職できるぜ。いやいや、お前さんにこんな取り柄があったとはな。見直したぜ、ルカ。ん？ん？ちょっと待って、道中に人がたくさんいるってことか。じゃあ広場ちょっと行ってみるか。あ、いた。お兄ちゃん、影出して見せてよ。ねえ、早く早く。うるさいぞ、コアッパめ。世の凶悪な姿を見て小便漏らしながら泣いて怯えるがいい。影だ影だ、変な影だ。かっこいいなお兄ちゃん。変な影だとディスっておきながらかっこいいとは、これいかにだ。他に人いるか。こっちがあれだったな、サーカスがあったところだぞ。あ、誰もいねえな。なんか今出た看板。テネル祭事用広場、次回の催し物の予定はありません。企画の持ち込みは役場までよろしく。役場ってどこなんだ。中入れたかな。お、入れる。サーカスのリングと客席が見える。ここには何もないし誰もいないようだ。ペネル村に入ってた。この道をずっと行くとマドリルという町に行けるんだが、最近お化けどもが現れるようになってな。まあ行くなとは言わないが、ちゃんと旅の準備をしてからにしなさい。わかったね。おーい、なんかずっとお疲れ様です。大変だな、こんな道にずっと立ってねえ、仕事して。まだ？どういうことだよ。あの、みんなの前で影を出せってこと言ってんのか。この青兄さんめ、何が紹介だ。おい、ごめん、まさかあの人間の言うがままに世を見せ物にしようなどと考えてはいまいな。うん、とは言われたんだが。お、こんなところにも人が。おおおおおお、ちょっと待って、おい、スーパースルーしてたんだわ。なになに、困ってるおばさん、おばあさん。お、困りましたの。風で帽子を飛ばしてしまった。これ、あの木の枝に引っかかって。あれは亡きおじいさんが買ってくれた大切な帽子。お、どうしよう。ババアのくせにメソメソしよって。人間とはなんと不自由な生き物よ。ルカ、世の力を見せてやる。世はこの通り伸縮自在。
こんな帽子を取ることなど造作もないのだ。おお、ありがとうございますじゃ。あなた様はきっと天のお使いに違いありません。おいこらババ、分かってないようだな。ようこそ邪悪の権化、魔王スタンダー。震え上がって土下座するがいい。ああ、ありがたや、ありがたや。いや、だからそうじゃなくて。ああ、ありがたや、ありがたや。ばあさんに肩なしだな。いや、やっぱりいるか。何でも愉快な特技を身につけたそうだな。村じゃもう大評判だぜ。何しろお前の親父さんが嬉しそうに言いふらしてたからな。愉快な特技？なんだそれは。おお、すげえ。どんな手品なんだあるか。こいつは何を言っておるのだ。人間はやはりわからん生き物だな。お父さん、何言いふらしてもダメだな。あのお父さんは信用に値しない。信用するに値しない。 OK。 おかしい、おかしいぞ。世の予定では世がこのように姿を現した途端、人間どもは畏怖し怯え逃げ惑い、そんでもってぐるぐる震えながら世に復讐を誓うはずだったのだ。なのに、なのにあいつらの反応は何だ。いや、ここ本当に魔王なの？ちょっと軽く煽り入ってるけど、これでいこうか。本当に魔王なの？古文で召使いで部下のくせに、お前まで、ご主人様をバカにする気か。こうなれば取るべき道は一つ。行動で世の邪悪さを示し、人間どもに世の恐ろしさを知らしめるのだ。さあ行くぞ、クム。テネルとかいう村を血も凍るような恐怖のどん底に叩き込むのだ。これがテネル村か。なんとちんけな村よ。魔王の世が自ら征服するまでもないが、特別に征服してやろう。さて、どうしてやろうかな。古文よ、まずは情報収集を行え。征服の基本だ。覚えておけ。現行犯逮捕間違いなし。